いつものようにスナメリの後を追うシュモクザメがいます。少し離れてみるとなんと3尾もいるではありませんか。夜明けとともにプランクトンを食べに浮き上がってくる小魚を狙ってきたのでしょう。1メートル半はある立派な白シュモクザメです。どうやらドローンの影を狙っているようです。一旦離れたふりをしますが、シュモクザメの利点、離れた目で左側はしっかり見えています。危ない、不意打ちを狙ってきました。今度は一旦潜って飛び上がって狙ってきます。諦めたのかと思いきや、ビゼンクラゲの隣にやってきました。サメがクラゲを食べるなんてあまり聞いたことがありませんが、周囲をぐるぐると旋回しています。一体何をしているんでしょう。もっと大きな捕食者から逃げてきたのかもしれません。実はビゼンクラゲをよく見ると魚が隠れています。イボダイの幼魚です。クラゲウオとも呼ばれていますが、それを狙ってやってきたのです。白シュモクザメも毒のあるビゼンクラゲを襲うことはできません。それを知っていてイボダイの幼魚は逆へと逃げているのです。軽くクラゲに触れることによってクラゲの動きそのものをコントロールしているようです。おまけに成長に伴いクラゲを食べてしまうのです。しばらく旋回した後、白シュモクザメは去っていきました。さて今度は何を狙うのでしょうか。ではまた次回。